私の名前はパニコ、33歳の OL です。実は私、病気の母の看病するためにずっと働いていませんでした。でも嬉しいことに母の体調が良くなり、社長をやっている叔父がうちの会社で働かないかと言ってくれて、数ヶ月前から OL になったんです。就職難のこのご時世だし、私を雇ってくれる会社はほとんどなかったはず。だから叔父には心から感謝しています。叔父の顔に泥を塗らないよう、私は日々必死に働いていました。ところが、ねえ、噂で聞いたんだけど、パニコさんって元ニートなの？社長の姪っ子っていうのは本当？コネで入社できて世の中楽勝って思った？この3人は先輩の彩香と千鶴と春菜、私がデスクで黙々と仕事をしていると突然絡んできました。まあニートっちゃニートとも言うんですかね。母が具合悪くてずっと看病していて。やば、噂マジじゃん。私たちと違って楽して入社したんだから、罪償って私たちの仕事もやれよ。罪？私が3人に仕事を押し付けられそうになっているちょうどその時でした。君たち、自分のデスクに戻りなさい。この人は部長のカナトさん。イケメンで女子からの人気はもちろん高く、男性からも慕われている人なの。カナトさん、誤解ですよ。私たち新入りのパニコさんに仕事を教えてあげてるだけで。まだ友達がいないパニコさんと仲良くしてあげてるんです。いや、仲良くしていただかなくて結構です。こんな風に彩子も千鶴も春菜もカナトさんの大ファンなの。とにかく自分のデスクに戻りなさい。カナトさんに睨まれた3人はしぶしぶ自分のデスクへ戻っていきました。ところでパニコさん、本当にわからないことがあるの？ああ、いや、特に今は。わからないことは何でも俺に聞いてね。カナトさんと話していると、彩香と千鶴と春菜の3人は揃ってこちらをじっと睨んでいました。カナトさんに優しくされやがってと嫉妬しているんでしょうか。あの人たち、会社に何しに来てるんだろうとは思ったものの、気にするだけ時間の無駄なので、私は引き続き黙々と仕事を続けたんです。ところが翌日から3人は私にひどい嫌がらせをするようになりました。ランチの時間、持参したお弁当を食べようとカバンを開けるとお弁当が見当たりません。確かに持ってきたのに、どこ行ったんだろう。でもまあ仕方がないので、コンビニでお弁当を買ってこようと思い、財布を持ってオフィスを出ました。その前にトイレに立ち寄ったのですが、そこでとんでもない光景を見たのです。なんとゴミ箱に私のお弁当が捨てられていました。びっくりしてその場で固まっていると、彩香と千鶴と春菜がちょうどトイレに入ってきました。あら、そんなところでボケーっとしてどうしたの？もしかしてお弁当が捨ててあったのかしら。カナトさんと仲良くしてるからいけないのよね。こいつらが捨てたんだ。午前中どこかのタイミングで私のカバンを勝手に漁ったのでしょう。くだらないことやってんじゃないわよ。あ？先輩に生意気言ってんじゃないわよ。そうよそうよ、元ニートの分際で出しゃばるんじゃねえよな。あんたごときがカナトさんと話していいわけがないでしょ。はあ、なんて幼稚な人たちなの。しかし嫌がらせはこれだけでは終わりませんでした。翌日から私は同じことをされないように、お昼は外でランチするか購入して食べるようにしたんです。しかし数日後、さらにひどい事件が起こってしまったんです。あれ、ないない、私の資料がない。午前中に作成しプリントしてデスクに置いておいた会議の資料がなくなっていました。もう一瞬で誰が犯人か分かりましたよ。彩香と千鶴と春菜の方を見ると、やっぱり私を見て笑っている。オフィスのゴミ箱を確認したら、案の定私の資料がビリビリに破かれた状態で入っていました。資料のデータは
ロックをかけていたパソコンの中に入っていたので、もう一度プリントして上司に提出しました。でもそれ以来、会社にいる時間帯の中で心休まる瞬間などないと確信したんです。それからはデスクを離れるとき、大事なものを肌身離さず持っていくようにしていました。引き出しの中に入れておいたお菓子や筆記用具なんかは、あいつら3人の餌食になり、いとも簡単に捨てられました。でも仕事をしないわけにはいきませんし、そんな嫌がらせに負けたくなかった私。あの人たちはきっと頭の中がバグってるんだわと無視して過ごしていました。そんなことより仕事よ仕事。私はただただ黙々と仕事し続けました。そんなある日の午前中、かなとさんが私に話しかけてきました。最近前にも増して頑張ってるね。ニコニコのかなとさん、私のデスクに腰掛けてこんなことを言ったんです。ご褒美にこれあげる。かなとさんはそう言うと私にチョコレートをくれました。わあ、ありがとうございます。もちろんこのかなとさんとのやりとり、あの三人が見ていないわけありません。恨めしそうな視線を私に投げかけていました。私はかなとさんからもらったチョコレートも捨てられないように肌身離さず持ち歩いていたのですが、お昼コンビニに行く前にトイレに入ってる時のことでした。突然頭上からバシャーッと水が降ってきたのです。驚いて上を見上げるとバケツが引っ込むのがちらっと見えました。そしていい君、私たちの忠告を無視した元ニートブスがいけないのよ。もうカナトさんに近づくなよクーズ。信じられない、これじゃあ中学生や高校生の嫌がらせと同じレベルじゃない。ううん、今時中学生でもこんなアホなことしないわ。あいつらめ、いつかうーんと出世してギャフンって言わせてる。だけどまずはこの状況なんとかしないと。このびしょ濡れの状態で仕事するわけにはさすがにいかないわよね。ひとまず医務室に行こうと思い、トイレを出て廊下を歩き出しました。すると、え、あ、ちょ、パニコさんどうしたの。向こうからカナトさんが私に駆け寄ってきたんです。そんなにびしょびしょに、ひどいな。どうせあの3人がやったんだろう。え、カナトさんは分かってくれてたの。私があの3人から嫌がらせを受けているのではと、ずいぶん前から気がついていたんだって。それでいつ自分に相談してくれるかって待っていたらしいの。カナトさんは自分のスーツを脱いで私の濡れた頭にバサッとかけてくれた後、そのまま私を医務室まで連れて行ってくれました。その日はカナトさんに言われて早退しました。早退するなんてあいつらに負けたみたいで嫌だったのですが、ひとまず帰りなさいとカナトさんに強めに言われて渋々帰ったんです。でもこの翌日、あのクズ3人の思わず笑っちゃうあんな姿が見られるなんて。ギャフンと言わせてやるのは私が出世してからで、もうちょっと先のことかと思っていたんですがこんなに早くあいつらの悲痛な叫び声が聞けるとは。真面目にやっていればいいことあるんですね。翌日、昨日早退した分を取り返すため、私は通常より1時間早く出勤しました。すると彩香と千鶴と春菜が私のデスクを何やら物色している現場に遭遇。オフィスには他に誰もいませんでした。あんたら何やってるのよ。チッ、デスクの引き出しに納豆でも仕込んでやろうかと思ってたのに。納豆？わざわざ早起きしてそんな嫌がらせしようとしてたわけ？どんだけくだらない人間なのよ。なんだと？そんな労力あるなら仕事に使いなさいよ。お前、生意気にそんな口利き。その時オフィスに人が入ってきました。3人は揃ってふんと鼻を鳴らし自分のデスクに行きました。その姿を見届けた後、私は給湯室に行きコーヒーを入れていたんですが、あんたさ、調子に乗りすぎ。そうよそうよ。いつの間にか彩香と千鶴と春菜が給湯室にいたのです。そして彩香
私が入れた熱々のコーヒーが入ったカップを手に取りました。デイヤ！彩香がそう叫んで、私にカップの中のコーヒーをかけようとしたその瞬間です。何してる？突然、カナトさんがやってきて、彩香の動きはピタッと止まり、事なきを得ました。カナトさん、違うんですよ。私たち、パニコさんにコーヒーの入れ方を伝授しようと思って。パニコさんに美味しいコーヒーを飲んで欲しかっただけで。3人がカナトさんに向かって猫なで声を出しながら体をくねくねさせた次の瞬間でした。いい加減にしなさい。え？カナトさんが大きな声を出したので、オフィスにいた人たちが何事かと給湯室にやってきました。そしてパニコさん、俺と付き合ってほしい。いきなり、しかもこの状況で、どうなってんの？あまりに突然のことに心臓がバクバクいってましたよ。でも私以上に驚いたのがこの3人。嘘でしょと、クズ3人の驚きの叫び声が給湯室にこだましていました。様子を見に来た人たちもざわざわしています。前から一生懸命仕事してるパニコさんのことが気になって、パニコさんがこの3人の嫌がらせに屈せずしっかり仕事して胸張って頑張ってるって分かって、俺心から尊敬してこの人しかいないって思ったんだ。私が照れと恥ずかしさで下を向いたまま何も言えなくなっていると、ちょ、ガネトさん、ダメですよ。こんなブスチビニーとコネ入社女と付き合ったらカナトさんの評判悪くなりますよ。第一、私たちは嫌がらせなんてしてません。俺は評判なんか気にして人を好きになったりしない。それに社内の誰もが思ってるけど、パニコさんの方が君たちの何億倍も魅力的な女性だよ。君たちみたいな低俗な奴らがパニコさんをけなすな。大好きなカナトさんに玉砕されたクズ3人は言葉を発するのを忘れちゃってるみたい。小さくなってうつむいちゃいましたよ。あと昨日確認したら、君たちがパニコさんのデスクから何か盗んでいるところが防犯カメラに映っていた。え？それだけじゃない。君たちについて軽く社内の人間に聞き込み調査をしてみた。君たち経理の女性社員を脅して会社の金を不正に使っていたね。君たちが脅したその経理部の女性社員、パニコさんの前に嫌がらせをしていたろ。君たちに何されるかわからないから誰にも言えなかったって泣いてたぞ。給湯室の前にできた人だかりがさらにざわつき始めましたよ。そして、綾川さん、千鶴さん、春菜さん。給湯室の前に人だかりができていたから何事かと思ったのでしょう。おじ、社長もこちらにやってきました。君たち、クビね。首？え、嘘でしょ、そんな。あ、彩香先輩が全部悪いんですよ。そうよ、どれも言い出しっぺは全部彩香先輩だし。はあ？あんたらだって楽しんでいたじゃない。黙りなさい。え？君たちが不正に使った会社のお金の返済のことは弁護士を雇って話をさせてもらう。覚悟なさい。弁護士？3人の顔は一瞬で青白くなってしまいました。こんな一瞬で人間って一気に老け込むものなのね。しかし次の瞬間、やけになった彩香が畜生と言いながら、そばにあった洗い物用のスポンジを私に投げつけてきたのです。しかしカナトさんがかばってくれたため事なきを得ました。ただカナトさんと私が抱き合う形になっちゃって、みんなが勝手に大盛り上がり。ヒューヒューって言い出した人がいたかと思ったら、お似合いだ、お幸せにと言って拍手するもんだから、私とカナトさんは顔を見合わせて真っ赤になっちゃって、クズ3人はそんな私たち2人の姿を見ながら、どうしてこうなるのよと老け込んだ顔をして泣き崩れちゃいました。あの後3人は会社をクビになって、もろもろのお金を請求されているそうです。私も3人から正式な謝罪を受けたのですが、
パニコさんは社長の姪っ子だからなんとか助けてくれと舐めたことを抜かしてきたので、いやですとだけ答えておきました。あの3人は結局誰が一番悪かったのかを言い合い喧嘩して仲違い。やはり就職難のこのご時世、3人とも雇ってくれる会社は見つからず、会社で問題を起こしたことを知った家族から全員絶縁された後バイトを始めたそうですが、もともと仕事に真面目に取り組む精神なんて持ち合わせていない3人ですから、バイトもどこもクビ、請求されたお金を支払わなきゃいけないのでみんな住んでいたアパートを追い出され、彩香はどこかの土手で段ボール生活、千鶴は山奥にある工場で昼夜ぶっ通しで労働、春菜は怪しい夜の仕事をしているんだとか。さて一方の私はというと、彼女と晴れて恋人同士になり社内公認のカップルに。仕事を頑張っていたおかげで私も昇進して課長にまで上り詰めたし、忙しいけれど充実した毎日を過ごしています。今日はカナトとカフェデート。ここのマシュマロコーヒー美味しい。そういえばコーヒーにのせるものでマシュマロ以外に美味しいものって何が思い浮かぶ？マシュマロ以外、生クリームとか定番だよね。シナモンスティックとか入ってるとおしゃれだね。バニラアイスとかも結構美味しいよ。リップバンワッフルとかもね。何それ？キャラメルがコーヒーの湯気でとろけるワッフルなんだけどね。美味しそう。今度家で二人でいろいろ試してみようか。彼女との平凡な会話が最近の私の癒しなの。これからも楽しい日々が続きますように。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。